幹事社の共同通信です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は14時を予定しております。ご協力お願いします。まず知事から発表がありますのでお願いします。はい、今日発表項目というかですね、いくつかあるんですけども、まず下瀬美術館がですね、ユネスコの、ベルサイユ賞を受賞したということが、まあ、すでに今ニュースになっていると思いますけども、ユネスコの世界で最も美しい美術館として、最優秀賞のベルサイユ賞を受賞したということであります。関係者の皆様に心からお祝いを申し上げます。瀬戸内海に面した下瀬美術館、皆さんご承知ご存知の通りだと思いますけれども、建築家のバン氏が、まあ、設計をされたということで、バンさんもコメントをされておりますけれども、瀬戸内海の環境を生かして、作られておりまして、美しい例えも表現されているあの箱ですよね、と思います。この度の受賞が、まあ、これまで以上に世界中から数多くのお客様を迎えすることにつながって、広島の魅力を世界に発信していく大きな力となることを記念をしております。また下瀬美術館がますます多くの人に愛される美術館になるということも心から願っているところでございます。で、発表項目1点目ですけれども、広島県の新たな観光振興財源の、宿泊税の導入についてでございます。新たな観光振興財源であります、宿泊税を導入するための関係条例案を、12月定例会、定例県議会に提案いたします。平成31年に広島県観光立県推進会議におきまして、宿泊税を導入することが適当であるという意見の取りまとめ以降ですね、コロナの影響によって検討が中断をしましたけれども、今年の4月に改めて導入に向けた検討を再開いたしました。これまで市長、それから宿泊事業者といった関係者からの意見聴取を行ってきました。また議会においてもですね、議論を行ってきた結果、この度の条例提案まで至ることができたというところであります。導入の目的は地域資源の魅力向上や受け入れ環境の充実など、旅行者の満足度や利便性を高めることなどにより観光を振興するためであります。市都につきましては、県内全域での周遊促進や宿泊滞在時間の増加など、これまで取り組んできた観光消費額を高めるための取り組みの拡充強化や、今後も増加が見込まれる外国人を含めた観光客への対応や、観光関連事業者の人的なリソース不足対策などの観光産業の持続的成長に向けた施策などに活用してまいります。本件制度の主なポイントとしては、税率が1人1泊につき一律200円で、課税免除は修学旅行、林間学校、野外活動など学習指導要領に定められた宿泊を伴う学校行事を対象といたしまして、免税店の方はですね、消費税抜きの素泊まり料金で6000円未満といたします。また制度見直しについては原則5年ごととしておりますが、特に著しい社会経済情勢の変化など特別な理由がある場合には、これに限らず見直しの検討を行ってまいります。なお条例案が成立した後も、8年4月の開始を目指して、市との具体化に向けて市長、観光関連団体、関係者からの意見聴取や、税をご負担いただく宿泊者への理解促進、特別徴収義務者となる宿泊事業者に対する丁寧な説明など、丁寧かつ着実に取り組んでまいりたいと考えております。このように宿泊税を活用して地域の魅力と満足度を向上することで、広島県に訪れてみたい、泊まってみたい、そしてまた訪れたいと思っていただけるような取り組みを充実強化してまいります。
次2点目、の、であります。おいしい広島プロジェクトフードオリンピック広島2025についてであります。おいしい広島プロジェクトの一環といたしまして、10月に、開幕したフードオリンピック広島2025でいいですか、すいません、言い方がね、2025だったり、いろんな言い方があるんで、すみません、ちょっと確認したかったです。2025、はい、フードオリンピックの広島2025におきまして、多くの県民の皆様の参加による SNS 推し活合戦を突破いたしました。10チームが決定しまして、この度、紅白に分かれて、競い合うということになりました。この取り組みは、各地域が誇る推し食を競い合いながら広島の食の魅力を再発見して地域経済を活性化させるということを目的に、実施をしているものでありますけれども、お好み焼きや牡蠣、最近はですねレモンも、加わってますけれども、こういったメジャーなねものに続く広島の新たな食資産を掘り起こすことを目指しているものであります。フードオリンピック広島紅白食合戦秋と目打ちまして、12月4日にイベントを開催しますけれども、ここではですね料理の鉄人としてよく知られるフレンチの巨匠酒井博之さん、また日本料理の北岡道夫さん、そして私の3名が実食審査を行います。各地域の推しの食を各地域の観光協会や飲食店などの皆様がチームとなって競ってそして高め合うということを、それから県民の皆様にも投票に参加いただいたという企画になっておりますので、メディアの皆さんもぜひ取材をしていただければと思います。県としてはですね、こういった取り組みを通じまして、広島の多様な美味しさが今以上に県民の誇りとなって、広島の美味しいイメージをさらに高めて、県外の人々からも高く評価されるように取り組んでまいりたいと考えております。次、発表項目ですけれども、広島里山グダワードについてであります。今日はすいません盛りだくさんで、里山里海にあるものを生かしまして、新しい価値の創造につなげている取り組みを表彰する、広島里山グダワードの表彰式を12月7日土曜日に尾道市で行います。この取り組みは将来に向けて持続可能な中山間地域を実現していくために、実際に中山間地域で活躍されている方々の活動を多くの皆様に知っていただきて、そのプロセスや共有して中山間地域を支える人材を増やしていくということを目指し実施しているものでございます。当日は一次審査を通過した5つの取り組みの中から一般投票で最も得点数の多かった取り組みを里山未来大賞として表彰いたします。今年度は将来の就農者を増やすために地元小学生や大学生に田植えや稲刈りなどを体験してもらう活動や、規格外のフルーツを活用して地域活性化や魅力発信を行う活動など、それぞれの地域の特色を生かしたさまざまな取り組みがエントリーしています。また表彰式の後にはですね、今回の受賞者の皆さんと今後の中山間地域での活動について語り合う座談会も実施をする予定としておりまして、私も参加いたします。一般の皆さんもですね参加できますので、地域づくり活動に関心のある方はもちろんですけれども、年上に住んでいる方というか、
関心のある方も都市部に住んでいる方がたくさんいると思いますけど、まあ、要するにあの一般の方ですね、ぜひ一緒に持続可能な中山間地域に向けて、考えていく機会にしていただければと思います。またあのメディアの皆さんもですね、中山間地域の発展のためにチャレンジしている、姿を取材していただきまして、多くの県民の方にこういった取り組みをしていただきますようにご協力をお願いできればと思っております。私からは以上です。はい、この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。なお手話通訳者の方が通訳しやすいよう質問もはっきりとおっしゃっていただきますようお願いします。いかがでしょうか。あ、すいません、読売新聞の岡本と申します。宿泊税についてお伺いします。まずあの2点お伺いしたいことがあって、免税店についてもともと県としては5000円未満というのを提示されていた中で今回6000円という形に妥結されましたと、その経緯であったりとか根拠を改めて教えてください。あともう1点税に関しての配分、どうやって市町にじゃあ配分するのかであるところを今現時点でどういう検討が進んでいるのかであるとか考えについてお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず免税店ですけども、基本的な考え方としてはですね、税負担の、求めることができるかというところで、いわゆるその単税力というふうに言いますけども、これを考慮する必要があるというものが基本にあります。で、免税店当初は5000円と考えていましたけれども、これは県全体のいわゆる簡易宿所の平均宿泊料金が4257円でしたので、5000円未満という設定にしてたんですけれども、宿泊事業者あるいは市長、またパブコメなどですね、さまざまな方からご意見もいただきまして、地区別にですね、県内4つのエリアに分割して、平均単価を確認したらですね、この5000円では収まらない地区があるということも分かりましたので、それを引き上げてですね、6000円未満というふうにしたところであります。それから配分について、ですけれども、配分についてはですね、今後まさに、このいろんな調整というかですね、しながらですね、市町と話をしながらですね、考えていきたいというふうに思っております。具体的にこの市との具体化ということを、決めていかなければいけないんですけども、そういう中でですね、いろんな関係者、これは市長や観光事業者だとかですね、含めてご意見も伺いながらですね、その決めていきたいというふうに考えています。いかがでしょうか。中国新聞の根石です。今のちょっと配分とか使途のところでお伺いしたいんですけど、市町の方からは例えば観光客が多いところもあったり、観光客が少ないところもあったりして、オーブンで配分してほしいみたいな声もあると思うんですけど、そういうオーブンとかも含めて検討されているんでしょうか。オーブンっていうのは例えば何かの基準に従って、その配分するといいますか、宿泊、そうですね、その一律、例えば、一定額を全市町に均等に配分するみたいなイメージなのか、それとも観光客が多いとかいうところには厚みとか要するにですね、何かこう一つの考えっていうことじゃないんだと思うんですよね。
まあ、いろんなご意見もありますし、いろんな考え方があるわけですよね。その他 の, まあ、いろんな税でも、まあ、そういう仕組みがありますけども、法人税とかね、いろんな税でも、いろんな考え方があって、それを組み合わせて、その決めているっていうのだと思うんですよね。なので、まあ、そこはこういう配分の考え方で何かこう一つ決めてそれでやるっていうよりはですね、まあ、そもそものこの、目的に従ってどう配分していくのが市長自身の取り組みの強化にもちろんつながるし、県全体のこの収入だとかですね、あるいはまあこれまで、観光客が少ないけれどもそれをパワーアップするとかですね、まあ、いろんなことにつながっていく、まあ、それをちょっとどう考えていくかということなので、まあ、よく議論しながら決めていきたいなと考えているところです。じゃあ、まあ、多分そのこれ、資料を見たら、まあ、米のところで原則新規事業および拡充事業に活用する、これはまあ県が使うという意味で、それとは別に、町への支援もあるよというふうに、まあ、受け取ったんですけど、県として、まあ、例えばもう現時点で具体的にこういうことをやろうみたいな具体策があれば教えていただきたいんですけど、それはこれまではいろんな例示としてですね、お知らせしているとっていうかご説明しているところだと思いますけれども、例えば、まあ、インフラであればですね、例えばサイネージであるとか、あるいはその何かこう観光地の集計であるとかですね、あるいはその安全の確保だとかですね、あるいはトイレだとかですね、そういったようなものもありますし、やっぱりより分かりやすい、例えば地図だとかウェブだとかそういったようなものを提供するとか、あるいはアプリを提供するとか、そういったようなこともあると思いますし、その人材育成とかですね、そういったようなこともあるわけでありまして、要するにその観光関係、その旅行者の皆さんにより満足の高い体験を提供するっていう観点からはもう山のようにいろんな種類があるんで、まあ、それをまた具体的に優先順位をつけて、また皆さんのご意見も伺いながら優先順位をつけてやっていくということになると思います。で、市や町との関係でいうと、その、まあ、渡し切りという部分も、まあ、考えられますし、それだけではなくてですね、例えば市や町が行う事業に我々が補助をするっていうような形もあると思いますし、まあ、それとは関係なく県っていうのは市や町で構成されているので、県がやることっていうのはどっかの市や町にかかることなんですよね。だから最終的にはどっかの市や町に還元されていくわけですけども、なので県の独自事業としてやるっていうものもあると思いますし、そういうこともいろいろあるので、まあ、先ほどの配分のことも含めてですね、しっかりと議論していかなければいけませんし、まあ、本当はできるだけ柔軟にした方がいいんだと思うんですよね。ただまあそれだと市長側もですね、予見可能性というかがない難しいので、そうすると中期的な事業計画みたいなの立てられないですか、まあ、ある程度のね、なんていうかその考え方っていうのは、まあ、決めていく必要があるんだと思いますけど、ありがとうございます。はい、これよろしいでしょうか。すいません、中国放送の平田と言います。まず1点、免税店についてですね、市町の方からはその7000円という金額を応募する声もあったかと思うんです。まあ、先ほど理由についてはご説明いただきまして、まあ、引き上げればまあキリがないと思うんですけれども、まあ、そこに、7000円ではなくて、まあ、6000円になった理由を、もう少しちょっと聞かせていただきたいのと、あとはこの、課税免除につきまして、この修学旅行、林間学校、野外活動と、まあ、この3つが挙げられてますけれども、まあ、これ以外に、入るものがもしあれば教えていただけますでしょうか。
はい、免税店は先ほど申し上げた通りで、そのまあ、どういう、まあ、単税力を考えるということですけれども、まあそのまあ、これをどう考えるかというのは、一律に考える考え方もあるし、で一方で、その、まあ、簡易宿所というのがやはり一番この、安く提供されている、まあ、宿、まあ、相対的に言ってですね、でそういうところ の, あの、まあ、そういう単税力の低いところは、低い、まあ、旅行者はそういうところに泊まっているだろうという仮定のもとに、まあ、そうは言っても、あのいろんな、なんていうか、安いからすごくなんか100キロ離れたところに泊まりますというわけにもいかないでしょうから、それぞれの地域である程度、まあ、泊まりになられるだろうと。じゃあその簡易宿所がどれぐらいの価格で提供されているのかっていうのを調べてですね、で、まあ、6000円だと、まあ、ほぼ、各地域をカバーできるということなので6000円にしたっていう。もともとは5000円で、全県でいうと5000円でカバーできるんです。4000円台なんで。ただその地域によってその若干の差があるので、その地域差っていうのを配慮して6000円にしたということですね、はい。で、あの修学旅行以外というか、まあ、修学旅行林間学校野外活動というものなんですけど、これがですね、その一応学習指導要領で、その教育課程内の学校行事というふうになってまして、その履修のためには宿泊が前提の学校行事になっているということです。なので、まあ、あの基本的にはですね、それ以外はあの入らないということです。まあ、いろんなちょっとあの学校によって呼び名が違うものがあるかもしれませんけど、要するに法律上のそういうものとしてそれは対象にするということです。よろしいでしょうか。自治通信の安延と申しますけども、同じくの宿泊税の関係で一点確認させていただきたいんですけども、あの、税収の見込み額、年間のですね、税収の見込み額ってどれぐらいを見積もっているのかっていうところと、あとその税収全体何割のうちを市町に配分するかっていう、その県と市町の割合についても今後検討課題の中に含まれるということ、そういう認識でよろしいでしょうか。そうですね、あの配分については先ほどお答え申し上げた通りで、今後ですね、まあ、いろんなあの考え方を踏まえて、決めていきたいというふうに考えています。で、今免税店6000円でですね、これくらい、まあ、もともとその免税店なければ36ぐらいなんですけども、この6000円の免税店23.5億という、はい、まあこれはもちろん変動しますよね、はいはい、あのたくさん泊まっていただけると増えるので、そうなってほしいなと思ってますけど、よろしいですか。あ、じゃあ3人さん、あの山陽新聞の臼木です。よろしくお願いいたします。あのこれも確認になろうかと思いますが、あの宿泊税 の, あの導入状況で、あの中国地方で広島県以外に、まあ、県市町村含めて、あのこの宿泊税を常に導入している団体がある、地方公共団体があるのかということと、現在検討中のところがあればそれはどこになるのかを教えていただければと思います。これが1点と、あの2点目は、まあ、あのこれまで の, この宿泊税 の, あの検討を踏まえますと、まあ、広島の、まあ、観光基盤強化であったり観光の活性化、まあ、さらに泊まっていただきたいというようなことが念頭にあろうかと思いますが、いわゆるそのオーバーツーリズム対策としての観点は含んでおられるのかどうか、これをお聞かせいただければと思います。最後3点目なんですが、200円、1人1泊一律200円という、まあ、額の設定なんですけれども、まあ、あの資料等を拝見してますと、まあ、あの新しい事業やあの事業の充実のためには、まあ、年間30億円程度必要であると。でそこから、まあ、年間1500万人の宿泊客にあの増やしたいと、それを単純に割り戻すと、まあ、200円という計算になろうかと思いますが、この200円という額の負担感については、まあ、適切であるかどうか、そのあたりのご見解をお聞かせいただければと思います。3点よろしくお願いいたします。
まず負担感について言うと、まあ、計算上そうですけれども、そういう負担感という観点から我々見ているので、200名程度というのはですね、受け入れていただけるレベルではないかと。まあ、これは地域 の、 レベルも含めてですね、高いわけでもないし、まあ、低いわけでもないということだと思います。で、他地域についてはですね、松江市が、まあ、あるのは認識します。他にあるのかな、松江市だけ、はい、松江市があるということですね。それから、あれ、ごめんなさい、オーバーツリズムについては、もちろんですね、そのだからオーバーツリズムに対する対応っていうのを何と考えるかっていうことなんですけれども、当然ね、なんか値段を上げることによって来る人を減らすっていうようなことは全く考えてないということですよね。これは当たり前ですけども、むしろそのオーバーツリズム の、 課題っていうのは、一つはお客さん自身がですね、旅行者の自身がきちんとそのいい旅行体験を得られないという問題が一つと、でもう一つはその地元の住民の皆さんに、がこの不便を受けるとかですね、その不利益を被るとかっていうようなことだと思いますが、基本的にはですね、その混雑を解消するような、極端な混雑を解消するような、例えばキャパシティを上げるであるとか、あるいは、まあ、それは時間がずれるようにするとか、そういうこともありますし、あるいはその旅行者向けのそのサービスを作るとか、あるいはその予約制にするとかですね、いろんなやり方があると思います。でそういったことは旅行者の満足につながることをやることがですね、住民の皆さんの不利益の解消にもつながるというようなことだというふうに思ってますので、まあ、それはオーバーツーだから、オーバーツーリズム対策ももちろん入ってますけども、よくご注意いただきたいのは、その価格を上げることによってその需要を減らすっていうようなことは全く考えてないということです。時々ちょっと誤解があるんで、そういうことではない。ただオーバーツーリズム対策というのはほっといたら、もう旅行者にとってもマイナスなので、それはちゃんと対応していきたいというふうに考えます。トイレの問題ですね。はい、はい、はい。わかりました。はい。先ほどの松江市ですけども、検討中でございました。あ、ごめんなさい。検討中。松江市は検討中。はい。はい、そうしますと、さらに確認ですけれども、現段階で中国地方の5県では県市町村で宿泊税を導入しているところはないということですね。はい、ありがとうございました。松江市は条例案が提出されている。条例案が提出されている。はい、時間が迫っているので患者質問に移りたいと思います。では伺います。知事の4期目の任期が残り1年を切りましたけれども、これまでの県政運営の成果であるとか、残り1年の政策的な課題や目標などについて具体的に教えてください。はい、4期目はですね、やはり新型コロナウイルスというのが非常に大きなこの、まあ、出来事というか、として回ったかなというふうに考えておりまして、まあ、これは成果というのがですね、これをしっかりと対応して、乗り切ってきたっていうのが、まあ、一つあると思いますし、原油価格とか物価高騰といった足元の課題に、しっかりと対応してきたということはあると考えています。新型コロナについてもですね、もちろんこれは受動的な、こっちから積極的にコロナが出たわけじゃなくて、まあ、起こってしまったことに対する対応ですけれども、広島県としていろんな対応をする中でですね、死亡者が、まあ、少なかったとかですね、そういった具体的な成果は出ていますので、県庁を挙げて、まあ、対応してきましたけど、そういった点は、まあ、良かったかなと思います。まあ、そしてもちろんそういった受動的な対応だけではなくて、コロナ後の、まあ、経済発展も含めてですね、
いろんな取り組み、あるいはライフスタイルの実現といったようなことも取り組んできたところですけれども、例えば、経済面とか産業面で言えば、広島サンドボックス、といったような取り組みで、DX の推進も進んできていますし、このユニコーン10というようなですね、スタートアップの支援、あるいは県内企業の人的資本経営の促進、こういったものも他県に先んじて、あるいは国自体よりも先んじて進めてきて、意識だとか取り組みも県の中で進んできているのかなと思っています。だデジタル系企業 の誘致というのも、100社超える、この4年間だけかとかちょっとあれですけども、120社ぐらいですかね、128社か、それぐらいの誘致が進んでますし、このマイクロン、これはあんまりね、取り上げられてないんですけど、マイクロンのこの時期、この生産の投資っていうのもですね、我々県が、相当にサポートして、実現をして、これは経産省との、間にもう入りながらですね、この大きな投資、日本最先端の半導体を生産するということになりますけれども、日本というか、ごめんなさい、世界最先端の半導体を生産するということになりますけれども、やっぱりちなみにこれ、技術的に言うとですね、ちょっとロジックと、メモリーで違うところあるんですけど、例えば今話題になっている北海道とか九州とかで生産される、北海道だったらちょっと、ごめんなさい、まだちょっとだいぶ先で、これまだ別ですけど、九州とかで生産される半導体よりもですね、生産技術としては、より進んだ半導体、を作るという日本最先端の半導体であり、世界最先端のメモリーであるというのもですし、それが実現をしたとかですね、それからもご承知の通り、この新病院の具体化というのも進んできたかなというふうに思っております。それからサミットですね、これも岸田総理の、に働きかけて、岸田総理だったから実現したということもあると思いますけれども、サミットの招致に、実現して、平和に関するメッセージももちろんですけれども、自然だとか食だとか文化というのも世界中に発信することができて、経済波及効果も、700億円を超えるといったようなことが、あったのかなというふうに思います。あげればまたキリがなくなるんですけど、課題としてはもちろん、いろいろあってですね、この少子化がこれから、引き続き進展してますし、それよりもさらにこの人口減少のね、ことですね、若者を中心として、この社会、源がですね、なかなか我々バランスをするということを目指しているわけですけれども、それが拡大気象にあるとかですね、あるいはそのデジタル化っていうのも我々一生懸命かなり進めているところではありますけれども、世の中全体のスピードもっと早く動いているので、まだまだそういった課題もあるというところかなと、思います。今後ですね、引き続き、この人口、この流出、というか、社会減の問題であるとか、あるいはその生産性の向上ですね、それで経済の好循環を持っていくとかというようなことに引き続き注力していく必要があるというふうに考えています。はい、ありがとうございます。関連質問ありますか。じゃあ時間が過ぎているので1問だけお願いします。
中国新聞の河野と申します。残り任期1年になりまして、今いろいろ課題を挙げられましたけれども、最も大きな課題は何と思われてて、どういったことに1年取り組むのかというのとですね、あと5000円のですね、進退のいつ頃を判断されるお考えかというのも、そういうのも含めて、お願いします。はい、今少し申し上げたように、この若者を中心とする社会現というのはやはり非常に大きな課題かと思います。そもそも15年前に就任した時からですね、この人口の構造問題、それから社会のグローバル化っていうのを非常に大きな2つの構造問題として挙げてですね、こういった課題について取り組んでいくということが非常に重要だというふうに言ってきたわけですけれども、そういったことに対応するために、いろんなね、経済面にしても産業面にしても、あるいは教育だとか、いろんなことが総合的にこういったグローバルの問題とか人口減少の問題に関わってくる、働き方改革もそうですし、ところなんですけれども、グローバル化への対応という面では、かなりいろいろ進んできたというふうに思っているんですが、人口減少という観点から言うと、出生率も、ずっと上がってきましたけど、また下がり基調になって下がったままに今なってますし、過去最低に今なっているというのもありますし、社会現についてもですね、これは外国人も含めて一時社会増になっていたわけですけれども、今はですね、社会減の状況になっているということもあるので、こういったことはやはりすごく根本的なこととしてまだ残っているということだと思います。そのための対応策っていうのは、先ほど申し上げたように、いろいろ総合的にやっぱり取り組んでいかなければいけないことなので、対応策という意味ではいろんな側面がありますけれども、その取り組むべき課題というところでいうと、やっぱりこの人口問題というのは非常に大きなもので力を入れていく必要があると思っています。で、ご決めについては決めたときに発表するということかなと、思っています。決めではない、まだ決めてもない。はい、ではすいません、いっぱい質問に移りますが、一問だけでお願いします。NHK の古市です。東広島市の PFAS の検出の問題について伺います。先週知事はアメリカ大使館に直接、調査を要請しましたけれども、その場で得られた、感触、手応えであったり、今後の課題や進展についてはどのように考えてますでしょうか。はい、アメリカ大使館でのその反応っていうのは非常に、何て言いますか、前向きなものだというふうに受け止めてまして、まずやはり国と国との関係という観点からいくと、その住民の皆さんの、安全だとか、そういうものは非常に重要であるという認識でありましたし、我々としては最終的に汚染源を特定して、それに対する対応、一番いいのは除染するということですけれども、除染ができない場合にしても何らかの対応することが必要だという説明に対して、で、それは非常に重要だと、その今の安全という観点からも含めてですね、重要だと。で、それに必要な調査っていうのが、というかその前段として調査というのはまず第一ステップであるということは、十分理解するということだったので、我々としては理解するというか、それを行わないということは、考えられないというか、必要なことだというかですね、そういうようなニュアンスだったので、あれとしては期待をしたいところですけれども、実際に、具体的にどういうふうに、動いていくかというのは、今後の、その先方の推移をですね、見守る必要があると思いますし、別途防衛省にも行きましたので、防衛省からも働きかけをしてもらってですね、具体化するように期待をしたいと思います。はい、ではすいません、時間が過ぎてますので、これで終わりにしたいと思います。次回の定例会見は12月24日10時半からです。ありがとうございます。24日